ってきた。あ、今日動画で使うやつ。ああ、忘れた。持ってこいっつったらどうすんの今日の動画。やべえ、あれ持ってこいできないぞ。もう今からなんか考えてやるしかないっしょ。あれいいじゃん、なんか大好きだゲームみたいなやつ。あれでいいじゃん。いや、あれいろんな人やってるべ。一緒、別に。あれでいいよ。やるしかねえな、もう。感じてろ。知ってるよ。私たちのフェルトです。ハルくんです。じゃあ今日やっていきますか。今日今ツイッターとか女子高生とかめっちゃ人気ある今日大好きなゲームをやっていこうかなと。見たよそれツイッターで。めっちゃ面白い。クソ笑ったわ。クソ笑った。めっちゃ面白いよね。まあでもまあ男としてはちょっとキモいんですけど、まあまあいいやろそれは。まあ大好きだよってお互い言ってって、まあ照れた方が負けっていうこのゲームです。ああね、簡単だよねゲームはね。まあまあ改めて言う必要ないかなっていう。実際そうだよ。実際そうなんだけど。まあいいよ。まあちょっとやっちゃうか。はい。はい。それじゃあね、今日は早速、第一ペアゲーム。おぉ。よっしゃ。じゃあ早速、やっていきましょう。絶対勝つぞ。えい。えい。まあどっちかが先出るだけです。あ、オッケーオッケーオッケー。よ。大好きだよ。じゃあ。いや、お前、1回目から出るで、どう、何やねん。今ちょっとやばいよ。よし。はい。大好きだよ。おい、1回じゃねえかよ、お前。もうちょっと我慢しろよ、お前。まあ、これ楽しいけど。まあまあね、楽しい。きついよ、俺、マジで。てめえも一回で終わってんじゃねえかよ、お前。ふざけんな、マジで。いや、お前の言い方が悪いからな、これに関しては。は？どうするだろう、別に。当たりえねえわ。ふざけんな、マジで。いや、あの言い方、すいません、照れるから。いや、普通に照れるやつだから、あれ。せんだからやめろよ。はい、オッケーでーす。はい。はい。いやー、きついねこれ。笑っちゃったもんね。いや、タバコ臭いからやめろよ。いや面白すぎだろこれ。まあ、うん、一応その今回やったのが、はい、YouTube の、はい、もしそのカットを、はい、そのカットしてないところは一体どうした感じなんて、みんなどんな感じだって気になってるでしょ皆さん。そう、まあこれが俺たちの真実ですよ。これが俺たちの真実。常にいつもこういう感じで契約するとそう笑顔を、それもやっぱ切り替えてね。そう、切り替えてキャラをね、作ってる。とは言わないですよ。とは言わないですよ。まあじゃあ俺一応ですね、一応これフィクションでお届けしますから。そうですね。はい、というわけでこれ完全フィクションなんで、はい、あまり気にせずに。はい、はい、そうですね。というわけで北山社長のベルトとハルくんでした。はい、まだ同じことしてる感じになった。